今年ももう終わり、あっという間でした。綺麗なお月様、そのお蕎麦貸してください。お月様を、えいあ、月を招く月見蕎麦。年越しはどん兵衛。月を招くコブラ。今年ももう終わり、年末詣ってご利益あるみたいですよ。へえ。綺麗なお月様、手が届きそうです。来年良い年になりますように。そのお蕎麦貸してください。お月様を、えい召し上がれ。あ、月を招く月見そば。年越しはどん兵衛。月を招く、それは猫ですね。月を招くコブラ。吉岡さん入られます。おはようございます。お願いします。おはようございます。おはようございます。場所からこっちを。ああ、行くか。はい、お月様を、えい。しばらくご厄介に。あった。え？あ、お気になさらず。ふっくらきつねのどん兵衛。はいだ。食べづら。どん兵衛のきつね食べてたら、いつでも私と一緒だよ。どなたですか？どんぎつねです。は？しばらくお世話になります。意味がわかりません。だって好きなんでしょ？それ。あ、はい。あった。え？あ、お気になさらず。どうぞどうぞ。はいだ。食べづら。ふっくらきつねのどん兵衛。食べ終わってもいるんですね。嫌ですか？嫌では。よかった。吉岡さん入ります。よろしくお願いします。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 よーい、はい。あ、本当にお気になさらず。食べづらいな。本当だな。食べ終わってからもいるんですね。嫌ですか？嫌では、うん、よかった。切り返します。はい、切り返し、ギュッと。あ、結構強く。そうですね、ないとダメなんです。え、ほら、触って。え、はい、カット。自信がない。失敗してるとこ取らないで。CM 撮影、星野さん以上になります。お疲れ様でした。サクサク音を立てながら、あなたはどん兵衛食べていた。なんできつねうどんじゃないんですか？天ぷらそばの気分なので。裏切りの音、そこが耳。サクサク天ぷらのどん兵衛、食べに行く。サクサク音を立てながら、あなたはどん兵衛食べていた。どうしました、どんぎつねさん。どうもこうもないです。なんできつねうどんじゃないんですか？今日は、今日は天ぷらそばの気分なので。え、そんな理由？はい、では失礼して。あー、やめて、裏切りの音がする。耳そこなんですか？今のは見なかったことに。了解です。
サクサク天ぷらのどん兵衛。食べに行く。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、関東があったな。あとだったね。どうしました？どうもこうもないです。なんできつねうどんじゃないんですか？食べに行く。どん兵衛のきつね食べててもこんなきつねは出てきません。ですよね。じゃあ私は何？孤独な男の幻です。なるほど。いや、いますってほら。ふっくらきつねのどん兵衛、近いです。どなたですか？キツネです。こんなキツネは出てきません。ですよね。います、います。いやいや。じゃあ私は何？なんだろう。孤独な男の幻です。ですよね。いや、いますってほら。え？ほら触って。え？ふっくらキツネのどん兵衛、信じて。近いです。え？失礼しました。いえいえ。寒くないんですか？寒いです。でも少し体が冷えた方がどん兵衛が美味しいし、なのでもう少し付き合ってください。はい。ふっくらきつねのどん兵衛。綺麗。寒くないんですか？寒いです。でも少し体が冷えた方がどん兵衛が美味しいし、なのでもうちょっとだけ付き合ってください。はい。ふっくらきつねのどん兵衛、綺麗ですね。はい。あ、雪。あ、本当だ。寒くないんですか？寒いです。じゃあお家に帰りましょう。風邪ひいちゃうし。でも。でも？少し体が冷えた方がどん兵衛が美味しいし。そうですね。なのでもうちょっとだけ付き合ってください。はい。ふっくらきつねのどん兵衛、綺麗ですね。はい。つるつる音を立てながら、あなたはどん兵衛すすってた。どうして麺ばかり？キツネが嫌いに。一番好きなものは最後に。まっすぐ美味しいどん兵衛。一番好き。つるつる音を立てながら、あなたはどん兵衛すすってた。どうしてさっきからずっと麺ばかり食べるんですか？お揚げ食べないんですか？キツネが嫌いに。やっぱりそうだ、嫌いになったんだ。ほら見てください。一番好きなものは最後に食べるんです。一番好き。まっすぐ美味しいどん兵衛。えっ？じゃあお願いします。今年もよろしくお願いします。じゃあ行きます。本番。あなたが飲んですすってた。どうしてさっきからずっと麺ばかり食べるんですか？痛い。ですよね。すごい喜びすぎる。はい、カット。ちょっと気がすごい。あ、かわいい。あ、かわいい。あ、いいね。
何ですか、何なんですか、いいじゃないですか別に。もう食べてください。はい、では吉岡さん、今回の撮影は以上になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。本日は、はい、では本日星野さん撮影以上になります。お疲れ様でした。どん兵衛を作るはずなのに、あなたは私を見つめてる。どん狐さん、似ています。え、エクボが月見ポケットに、ドンギツネさんのエクボが月見ポケットに似ています。似てますか。月見ポケットがついたどん兵衛のおそば、卵が意外と合うんですよ。知らない。お願いします。こういうのも取りつつ、よーい。どん兵衛を作るはずなのに、似ています。似ています。え、開き具合、開き具合。スキンポケットに似ています。最低。あ、最悪だ。そうだ、最悪だ。似てません。は？は？は？まあ、口は半開きは、あ、そう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 、ちょっと顎を引いてそう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 、それドンギツネさんのエクボがスキンポケットに似ています。ドンギツネさん、はい、似てます。え、はい、卵が合うんですよ。知りません、知りません、知りません。もうすごく良かったんですけど、ちょっとキャラが少し変わってスタート。そんなひどいこと、どの狐でも一緒でしょとか言って出ちゃってますよ耳。ふっくら狐のどん兵衛。お好きなんですね。どん兵衛の狐じゃなくても別にいいよと言われたよ。どうしてそんなひどいこと。だってどの狐でも一緒でしょ、好きなくせに。え、出ちゃってますよ耳。耳、耳。は、美味しいって思ってるんでしょ。いやいや、あらあら、耳は正直ですね。ふっくらきつねのどん兵衛、お揃いですね。はい、嬉しい。どん兵衛のきつねじゃなくても別にいいよと言われたよ。どうしてそんなひどいこと。どのきつねでも一緒でしょとか言って出ちゃってますよ耳。ふっくらきつねのどん兵衛。お好きなんですね。吉岡さんあります。よろしくお願いします。吉野さん入られます。おはようございます。そうですね、そっちの方が本当そう思ってます。じゃそれに対してそんなに見られると照れます。かわいい。しびれ切れた、しびれた、しびれた。ほっこりしてる感じ。どうですか、ほっこりしてる感じ。ほっこり、ほっこり。はい、あと。はい、OK です。
ずなのに。ドンキズネさん、似ています。え、エクボが月見ポケットに似てますか？月見ポケットがついたどん兵衛のおそば知らない。